相撲設置へとは、奈良、平安時代にかけて行われた宮中の年中行事。謝礼や記者と並んで、三度説とも呼ばれた。宮中で相撲が行われた最古の記録は、水人天皇7年7月に怪力木との誉れたい斐、のみのクネとトーマ血足が召されて相撲を取った。結果は、のみが、トーマの脇骨と腰を折って殺し、その所領を餓死されたという。 危機にも相撲に関する記事が多く見られ、皇玉天皇元年7月に賢治に命じて相撲を取らせた記述を含め、相撲自体は古くから行われていることは確実であるが、相撲設置への正確な期限は資料の不足により明らかになっていない。養老3年に抜けて司が任命されていることから、この頃には何らかの形で宮中での相撲が、 相当頻度で行われていたものと思われる。相撲設置へと考えられる、天覧相撲の発令は、商務庁の天平6年7月7日である。この期間の相撲に関する記述は7月に偏っている、ことから、7月開催が慣例として固まっていたと思われる。7月7日は、七夕の火会が行われており、相撲設置へは当初はこれに合わせて開催されていた。 相撲はもともと神事、あるいは七夕の行事に付属した余興の一つとされていたが、時代が下るに従って、より実際的な意味を帯びてくる。延暦11年、関武天皇は、律令制の徴兵制が、機能不全となっていたのを改め、賢治の制が始まった。朝廷は、賢治の強化を特促したが、その手段として相撲技の訓練が取り入れられていた。 検事の中でもえりすぐりの強者が、宮中の守護に更新されており、地方官が対象者を認知に囲い込んだ時には、移植として、勅命で免職されるなど厳しい措置が取られた。公認12年には、相撲設営が単独で、代理式中に加えられた。天朝元年7月7日に、平城上皇が崩御したことにより7月7日が国旗の日となり、 7月16日に、期日変更されて、完全に七夕の諸行時から独立する。天朝10年の象直には、相撲の不死はただに、御有にあらず、武力を関連する最もその中にありとある。上岸11年には、設恵の管理が式武将から兵武将に移管された。相撲を取る住まい人は、通常20組40名であり、左方、右方をそれぞれ左右この F が、 諸国に武両氏を派遣して選抜、住まい人の世話を手配し、取り組みの順番も先行する。設営の事務統括には、相撲氏が、その都度組織されて、その別当には、例年皇族が就任する。設営当日は、文武官が、売乱する中で披露される。取り組みは、現在のような立ち合いではなく、立ったまま姿勢を取り、声をかけて組み合って始まる。 勝負が決まると勝つ方は大声で喧嘩をし、立ち合い、舞を披露する。胴体などで勝負が不明の時、あるいは追い方のこの絵中将が、論を申し立てた場合には、両この絵大将や、苦行などが協議を行い、それでも決しない時は天皇による裁定が下る。また、取り組みが長引いた時には打ち切らせ、次の取り組みに移る。故障の際には、 触りを申告することもできたが、これは申告があまりにも多すぎて、認められずに取り組みを続行させられ、一人で何度も申告した例がある。このような時には勝負はつかずに持ち扱いになる。20番のうち最初の3番は裏手、水発、揚げ巻きと呼ばれ、幼児や少年が選抜された。さらに、最後のスマイ人は、 裂いて、脇と呼ばれ、後の大関、関けの元になったとされる。時代が下るにつれて、職員の充実、式次第の整備、さらに付随する行事の創設などによりより優雅な、宮中行事となってゆくが、やがて賢治の生の一環という本来の目的は、薄れ、毎年同じ住まい人が選出されるなど職業化が、進んだ。十一世紀半ばに、御所で火災が、相次ぎ、 里代理が一般化するとともに相撲設への儀式の簡素化、縮小化が始まる。白川上皇は盛んに設営を行ったが、12世紀前期は、総兵の出現などで、平安経の治安が悪化して、保安3年を最後に、長らく停止される。後白川天皇の方元3年に再興したが平治の乱により再び中絶、上安4年に1回のみ再興したが、これが、 宮中行事としての相撲設置への最後となった。以降後鳥羽天皇が復興を目指して、古日の調査を命じた。また、大町天皇の時に相撲展覧が行われたと、吉田塚酒の資料に見えるが、確証はない。相撲は、その後、各地の神社における、神事相撲、武士の鍛錬としての武家相撲、さらに今日に続く民間の肝心相撲へと、受け継がれていく。 ありがとうございます。